オートメラーラ 76mm 砲、オートメラーラ 76mm 砲、オートマララ 76mm ガンは、イタリアのオートメラーラ社が開発した漢方。その優れた性能から、開発国イタリアは、もちろん、日本やアメリカ合衆国など、世界40カ国以上で用いられている。現在までに3タイプが発表されているが、特に、コンパクトと、スーパーラピットは、 高い速射力と追尾能力を持ち、対空、対水上に使用できる、高性能な療養法でありながら、極めてコンパクトに収められている。オートメラーラ社が最初に実用化した62口径76ミリ砲は、ミアラーガトと呼ばれるものであった。これは先行して試作された、連想砲である、SMP3 ソブラポストの改良型として、 1958年より開発が開始され、1962年から生産に入った。基本的には、スウェーデンボ・フォース社のベストセラーである56口径4 0ト、mm、ル機銃を参考としつつ、オートメラーラ社の独自技術によって開発されたとされている。1960年代から1970年代にかけてイタリア海軍の対空砲として採用されたものの、 輸出されることはなく、生産数は84基とされている。現在では、搭載艦の退役に伴って、姿を消しつつあり、ごく少数が残るのみとなっている。海の開発データノウハウを生かして開発された、オートメラーラ社、第2世代の62口径76ミリ砲が、コンパクト砲、英語読みで、コンパクトともである。開発は1964年より開始され、 1967年に完了し、1969年より量産に入った。当初、本法はあまりに精緻で信頼性に欠けるとして敬遠されていたが、ミサイル艇に軸足を移しつつあったイスラエル海軍は興味を示し、当時建造を進めていたサール型ミサイル艇のうち19、1966年発注した後期建造分について、 70口径 40mm 単装基準の代わりに、本砲を搭載するように設計を修正した。イスラエル海軍での試験の結果、100項目以上に及ぶ改善項目が指摘されたものの、この結果、本砲は極めて完成度の高い武器システムとして、多くの海軍に採用されていくことになった。日本、日本成功所、アメリカ合衆国、FMC 社、スペインで、 ライセンス生産が行われており、アメリカ海軍では MK753 インチ砲として正式化されている。2014年の時点で56カ国171クラスの艦艇に搭載され、製造数はライセンス生産分も含めると約1100機に達する。本砲システムは小型軽量で追従性に優れた無人砲塔と高い発射速度を備えた。 速射砲を組み合わせている。砲立ては、球形のガラス繊維強化プラスチック製で、防御用というよりは風雨余けとしての性格が強い。完全機密構造で、通常、内部に砲印は配置されないが、後部には大型の点検ハッチがあり、また、非常時には砲側での射撃式も可能なように、設定することもできる。旋回、不行は方式である。なお、 この休憩の宝盾は、本砲のトレードマークとして親しまれてきたが、近年になって、レーダー反射断面積を抑えることで、ステルス性を高めた方立てが開発された。この砲塔に単層に配される砲は、海と同じく62口径の長方針を備えている。先端部には、方針排煙筒、先部に方向性大気と、方針冷却装置が取り付けられている。なお本法は、 艦報としては、珍しい水冷機構を導入しており、持続発射性能を高めている。またスーパーラビット砲では、散布回は、射程1000メートルで0.3ミリラジアンと、驚異的な集団率の高さを実現した。発射速度は、オリジナルのコンパット砲では、毎分85発とされていた。その後、1984年に発表された、スーパーラビット砲。 では、球団方式を変更して、発射速度を向上させており、交渉で毎分120発、試験では毎分139発も記録された。またスーパーラビット法では、タマコからのホイストの途中に人力で球弾することもできるようになった。例えばタマコの弾薬を用いて、対空射撃を行っている最中、急に耐水場射撃を行う必要に迫られた場合、 5秒で弾薬の切り替えを行うことができる。人力球団の場合、発射速度は毎分15発以下となる。なお設計が大きく変更されているため、コンパット砲をスーパーラピット砲の使用に回収することはできない。既存のコンパット砲でマイローフ回収を行うことで、発射速度を毎分100発まで向上させることができるが、この場合、手動装填には対応しない。 砲塔下方の甲板下には、即応弾を収容した、複列式の回転式弾倉が設けられており、球弾で3名と、いて1名の、計4名が配置される。この弾倉は、見え構造で、成立状態で弾薬が収納されている。砲塔内に弾薬を移送する溶弾刀や、溶弾された弾薬を、装填位置に持ち上げるロッキングアームなどの経路上に、ある10発を含めて、 一重ならば44発、二重ならば80発、三重なら115発の弾薬を収納できるが、このうち横応弾として使えるのは二重目までの80発である。またその後、スーパーラピット砲を元に、砲頭下の子を省いて軽量化した AD 砲も開発されたが、この場合、側応弾は砲頭内の40発に限られる。 使用する砲弾は完全弾薬等方式で、従来のアメリカ製50口径 76mm、速射砲、MK333 インチ砲と互換性がある。通常弾の射程は 16km だが、射程延伸型のサパーマー弾であれば 20km に延伸される。さらに長射程を狙ったウェクアーの弾では、比喩牢型で 30km、GPS。 赤外線誘導を導入した誘導砲弾では 40km 延伸される予定だが、こちらは開発中である。一方、対空射撃用のダート誘導砲弾はすでに実用化されており、スーパーラピッド砲から発展したストラレス砲で使用される。これは CIWS として近接防空に使用することもでき。 有効災害射程は 8km、最低目標高度は 2m とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。